当然の楽しみだから。なんとなく前とは違う。オビトのやつが自分でも不思議に思うってばよ。天結のチャクラが消えない。一体何をした？八門の最後を止めたとでも言うのか？不動どもといい、触れているのになぜ？そう、チャクラを貸してくれってばよ。リンボなぜリンボ。ナルトがやったのか。あそこにはガイ先生も。もう死んだりなんかしねえよ。飛べるか、二代目。悪いが今の力で飛ばせるのは一人だけだ。十分だ。あなたの風の吹き行く先を見てみたかったけど。ゲジメルとガーラはガイ先生を守ってくれ。ナルト、一緒に杯を交わそう。オビト、お前。そうか、真珠そのものが全てを一つにする時が来た。おじいちゃんの片方の力。お前では俺を倒せん。俺らで倒すんだってばよ。最後の戦いだ。俺の力とお前らの力。先鋒イントンライハ。この左目、なるほど。なんだあれは。ラントンコーナー。サスケ、そっちへ行ったぞ。なんか目に見えねえのがうろちょろしてやがる。もう一人のマダラだ。どうやらもう一人のマダラにはこちら側からの物理攻撃は効果がないようだ。どうやってこれほどの力を急に得たというのだ。それがお前の左目の能力。あの右腕の傷、お前の影は一定時間で自分に戻るようだな。奴と奴の影はおそらく少しの間重なったままだ。リンボの継続時間とその発動間隔、そしてそれに対する対処法を想定したく、何があったにしろ今のこいつらはただのガキではないと理解しなければ。シドリ、ナルト、それを俺に向かって撃て。なんだ、止めてっから。本体を追え。急げサスケ、マダラの先には。うわ。だがさすがに早いなサスケ。上半身だけをさせん。向こうの状況は。あ、カカシ先生、その左目見せて先生。マダラがカムイでそっちへ飛んでったはずだ。俺はもう動くことすらできない。五絶にこのリンネガンごと体を奪われて照明が揃ってしまえば恐ろしいことになる。強すぎるチャクラと動力で己を失いかけた。おそらく誰も太刀打ちできなくなる。早い方がいい。この左目を潰してくれ。ママじゃマダラにオビトのリンネガンを取られちゃう。己を自分で傷つけることはできなかった。
俺はあんたの思い通りにはならないのさ。操り人形にする獣院、仕込まれた体の中からそれを取り除こうと、無論自害することもできなかった。二人とも全く同じやり方で排除すると、そう、お前を闇へ落とし俺の駒にするためのな。霧隠れの忍びを操り追わせたのも全て偶然だと思うか。どっちにしろ傀儡の忍びで殺すつもりだったんだ。なぜ俺だったんだ。お前は心の底から人に優しく愛情深かった。深い憎しみへと変わるからだ。そういうやつほどな。これでよし。マダラがいつ出てくるかもわからない。何をしようってのナルト。おい、どうやってこんなあのね、口で説明すると難しいんだけども、この目の説明を。マダラがカカシの目を奪い、オビトのところに行った。お前はもう火影を越してるよ、ナルト。皆から認められ英雄となった今も、お前が今何を思っているのか俺たちに話したくない。お前たち鈴取りの最初の演習を覚えてるな。足りめえじゃん。チームワークだ。一緒に死んでやるのもチームワークというやつ。オビト。残念だが、オビトはもういない。このように拝んでいたよ。虫のいい話だろ。無理もない、この眼力。もう引かない。山の孫娘と同じ再生体の術か。サスケ君は私のことの左目、リンネガン。一旦ここから離れるぞ。ナルト君たちは。これが陸道の力。前の時よりでけえし数が違う。二重玉螺旋手裏剣。無限の夢を叶えるための月に映せし目が開く。照らせ無限月読み。これはまずい。サスケに当てねえようにしねえと。急に折れてくんな。お前まで螺旋手裏剣に巻き。今一つとなるのだ。あの目、まさかマダラの術がもう。大名様、大変です。起きてください。大名様、外が大変なことに。夜なのに昼のように。その光は影をも貫き見通す。しっかりせえ、つなげ。どういうことじゃ。体が動かない。スサノオ、光を通していないのか。お前も奴の現実に縛られるぞ。お前と俺がやられたら終わりなんだぞ。これは樹海荒誕。なぜわしはかからない。ヤマトか。さあ、忌まわしきチャクラなき夢の世界の始まりだ。あとは奴らか。どうやらあの黒い野郎は平気みてえだな、サスケ。そうはさせない。あとはお前たちを処理するだけだ。あの額の目、もうお前らには何もさせん。今この世の因果を断ち切ったの。俺は地獄を天国へと変えた。柱間の間違いをようやく正したのだ。最初は柱間も俺も目的は一緒だ。忍びの世界を変えようとした。
真の平和にはたどり着けない。憎むことは決してやまない。忍び同士の戦いは止まらぬ。止まらぬどころか死傷者の数は膨大となった。もうこの第四次忍界大戦は俺が仕掛けたものだ。これがお前の理想の世界か。人にただまやかしを与えただけだろう。もう理解しろ。全て終わったのだ。お前がオビトとは違い、お前もまた幻の夢の中にいたのだ。の意志はかぐやだ。やがて母の力はうぬぼれを生み、人々はその力の存在を恐れるようになっていった。シャクラだ。無限月読みに捕まってる奴らのものだろう。十尾どころじゃねえぞ。シャクラ、チクシロ、動けねえ。サスケ、こいつを倒して止め、シロ、皆を殺したりはしない。シロ絶にするのだ。みんなあの白いのになっちゃうってことだ。にそう書き記した、書いてあった。俺はお前などよりはるか昔から存在、膨大な量に高める術だ。俺はどこで間違えたんだ。落ち着き、かぐや。